昨年の静岡県の食中毒は、一昨年の14件から6件に減りました。また、ノロウイルスの食中毒の件数は0件でした。全国的に飲食店による食中毒が大幅に減少しました。これは新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の影響で、飲食店の利用が減少したこと、手洗いマスクの着用がノロウイルスの対策につながったことが原因と考えられます。しかしながら、飲食店などで販売した弁当による食中毒の発生が増加傾向にあります。テイクアウトやデリバリーは、飲食店でその場で提供する食品と同じ衛生管理をしても食中毒が発生する可能性があります。そこで今回は、テイクアウトやデリバリーの衛生管理のチェックポイントについてご説明します。テイクアウトの食中毒の原因は大きく考えて2つあります。1つは、その場で食べていただく飲食店と比較して、調理してからお客さんが食べるまでの時間が長いことを考慮しないで同じメニューを提供してしまうこと。2つ目は、店の能力以上の注文数を受けてしまう事例が多いことです。1つ目の対策として、テイクアウトやデリバリーに適したメニューを選ぶことが重要です。お店で提供しているメニューの中でも十分加熱調理をしているものを選びましょう。精肉・鮮魚の販売について、飲食店営業の許可で精肉や鮮魚の販売はできないので注意をしましょう。ただし、令和3年6月からあらかじめ包装された食品を仕入れ、そのまま販売する営業については届け出営業になりました。次に、サラダ、カットフルーツ、浅漬けなどの生ものについて、これらの食品は温度管理が大変重要です。10度 C 以下で販売できない場合は、できる限り避けることが望ましいです。使用前の温度管理や保存の方法にも注意が必要です。また、洗浄を徹底しましょう。免疫力の低い高齢者や幼児に提供する場合は、次亜塩素酸ナトリウムなどで殺菌することも検討してください。刺身、カルパッチョ、生もの、半熟オムレツ、レアステーキなど加熱不十分な食品、これらはテイクアウトには向かない食品です。低温調理、真空調理など低温で長時間加熱したもの、事前調理、加熱後冷却して保存したもの、これらの食品はテイクアウトには向かない食品です。食中毒菌の中には熱に非常に強い芽胞を形成する菌があります。この菌は特に珍しいわけではなく、他の菌と一緒に食材に付着しています。加熱をすることで菌は死滅し、芽胞だけが残ります。食堂ならこの状態で食べるので特に問題はないのですが、テイクアウトでは食べるまでに時間があり、この間に芽胞からものすごい勢いで食中毒菌が増殖します。予防のポイントは増やさないこと。加熱、冷却、加熱を繰り返した食品は芽胞が増えている可能性があるため、テイクアウトではできる限り当日調理をしましょう。早めに食べていただくようお客様に伝えることも大切です。お客様が飲食店の想定を超えた扱いをして食中毒になってしまう可能性もあります。
口頭だけでなく、シールやメモなどで注意喚起をすることも有効です。事前準備をすれば大丈夫との考えから、店の能力以上の注文を受けてしまう、このような事例が多いです。より早くから調理をすることになり、調理後喫食までの時間がより長くなる、調理室が手狭になり、重要な時に手洗い設備が使用できない、十分に放冷するスペースが確保できず、放冷不足、または放冷中に食品を汚染させてしまう、このようなことが考えられます。最後に、テイクアウトや宅配された弁当による食中毒事例を紹介します。従事者の手指を介したノロウイルス食中毒。飲食店で調理し、配達された弁当を喫食した者のうち、複数グループ約40名が喫食後1日から3日で下痢、嘔吐、発熱などの症状を呈しました。検査の結果、調理従事者、患者糞便からノロウイルスを検出しました。調理従事者は素手で盛り付けなどの作業をしていたため、この時に調理品が汚染された可能性がありました。この日は大量の注文に対応するため、通常より多い人数の調理従事者が作業しており、調理室が煩雑になったことが推定されました。作り置きの弁当でウェルシュ菌食中毒。下視野で配達された弁当を喫食した者のうち、80名が喫食後4時間から30時間で腹痛や下痢の症状を呈しました。検査の結果、弁当の残食、患者便からウェルシュ菌を検出しました。おかずには数日前、大量に鶏肉を同時に低温調理し、放冷後、冷凍庫で保管していた照り焼きが含まれていました。小規模な施設で大量の調理を行ったため、調理から配達までが長時間になりました。調理後の弁当は暖房が運転している部屋で保管されており、温度管理が不十分でした。これらの事例はどう対策したら防げたのか考えてみてください。これで動画はおしまいです。お疲れ様でした。